ラジオネーム桜これさっきあやデるだなこれノートの切れ端に書いてある字が可愛いしなんか高校の時の友達は一人大学の友達は今のところ一人ですぼっち飯をする時は物を口に運ぶ時以外マスク 常にイヤホン装備でご飯を食べていますあ <laughs> これやばいちなみに高校の3年間で男子と話した回数は3回です <laughs> 数えてんじゃねえよ数えてんじゃねえよ驚愕だったのかな <laughs> どうだったんだろうえー、小さい時の趣味はソリティアとマインスイーパーと一人崩し将棋です <laughs> やばいよこじれてるよ <laughs> クラスメートが鍋パーティーをすると言っていました誘われていません <laughs> <laughs> 先週は初めて一人寿司に行きました非常に贅沢な時間でした私はぼっちですかよくわかりませんさくらあやめさん公認 <laughs> あなたはれっきとしたぼっちです素晴らしいですね えー、肩書きですか肩書きはそうですね裏ぼっちと葬祭とかでいいんじゃないですか裏ぼっち <laughs> やっぱ怒られるかもしれないあとであとで怒られるかもしれないでもこのブースの中にいないのが悪いんだもんへいへい続きましてああ怖い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 なん,かなんか怖いよ あ入ってきた怖い何 <laughs> だって何だってなんかご飯食べてたかよく分からないけどあケーキ食べてたのね何かよく分からないけど多分怒られたっていうことは分かった怖いわ超怖いわ